NB プレスオンラインをご覧の皆さん、映画神様の轍で笹岡優里を演じました新井淳です。望月歩です。この映画はロードバイクを、モチーフにした題材となってまして、でもそのロードバイクの映画かなって思うかもしれないんですけど、本当に人生とリンクした、いろんな感情が懐かしい感情になれるような作品になってますので、もちろん青春映画でもありますので、皆さんぜひなんかどこか懐かしい気持ちを感じれる作品になってると思うので、ぜひいろんな方に見ていただきたいです。よろしくお願いします。お願いします。